今回ご紹介するのは、女子バレーボールの選手で雑誌モデルにも挑戦しているガヤ・アスミ選手です。ガヤ選手は茨城県ひたちなか市の出身で、1995年11月16日生まれです。身長は174センチで、体重は63キロ。可愛らしい顔立ちに、手足が長くすらりとした均整の取れた体型をしており、まさに容姿端麗という形容がふさわしいです。残念ながら3サイズは公表されていませんが、自身のインスタグラムでビキニ姿を披露しており、抜群のプロポーションを誇っていることがわかります。バストは推定 B から C カップと少々小ぶりですが、すごく感度の良さそうな形状をしています。またウエストのくびれから引き締まったヒップのラインは最高で、多くの男性ファンを虜にしていると言っても過言ではないでしょう。父親は J リーグの鹿島アントラーズなどで左サイドバックとして活躍したガヤ・エイジ氏で、その影響もあって幼少期からスポーツに触れる機会は多かったようです。そんなガヤ選手が選んだスポーツがバレーボールでした。ただ順風満帆な歩みだったわけではなく、地元の土浦日大高校では3年生になってようやくレギュラーの座をつかんだというレベルで、進学した東京女子大学でも怪我に悩まされる時期が長くありました。それでも V リーグ2部の GSS 東京サンビームズにいた知人に頼み込んで練習に参加させてもらい、その時のプレーが認められて入団にこぎつけました。チームではクールな外見とは裏腹に、試合中は感情を表に出して熱いプレーでチームを鼓舞して、 V リーグ2部で2位に大躍進する原動力となりました。また V リーグのことをもっと広めたいという思いのもとで SNS での発信を積極的に行っています。しかし思うような結果が出ないようになってしまい、徐々に出場機会が減少していってしまいました。その結果2022年3月に4年間所属していた GSS 東京サンビームズから退団を決意します。次に彼女が選んだ新天地はクラブチームの東京スリジエでした。そのチームでは入団早々に主将に任命されますが、こちらも1年持たずに退団してしまいます。短期間での退団にいろいろな憶測が飛ぶ中、その後の動向に注目が集まっていましたが、今年の4月に V リーグのカノアラウレアーズ福岡に加入し、V リーガーに復帰しました。復帰の際のガヤ選手のコメントでは、もう一度バレーに打ち込みたいと思い今回の復帰に至りましたとのことでした。今ではインスタグラムのフォロワーが3万人を超え、モデルの活動とも合わせてコート外の話題が先行していますが、バレーボール選手としてのさらなる活躍にも期待したいですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。